旧コバグーコバは、宮古列島の宮古島で飼育されてきた馬の一、品種である。また、日本在来馬八場種の一つで、1991年1月16日に、沖縄県の天然記念物に指定されている。対抗はおよそ120センチメートルと小型で、ポニーに分類される。毛色は、影が中心である。 離島でた品種と交配されることがなかったため、現代まで系統がよく保たれてきた。性質が温順で飼い主に良くなつき、粗食や重労働に耐えることから、農耕用や打採用として利用されてきた。また、ずめが大きく硬いため、珊瑚石の道路や、標土の薄いサトウキビ畑での農耕に適しており、明治時代に、宮古島でサトウキビの栽培が始められると、 宮古馬がその農耕に活躍した。宮古方言ではミャークー、宮古ヌ馬、宮古ヌ馬、すまぬ馬と呼ばれる。飛行機号沖縄地方では、古くから小型馬が飼育され、14世紀には中国への主要な輸出品となっていた。この馬は、中国の小型馬が伝わったとする説と、朝鮮半島の小型馬が九州を経て伝わったとする説とがある。 近年の研究では、体格、遺伝学的分析、依存体の共犯物、バグ等の点から見て、沖縄本島及び宮古島には、九州から渡来し、宮古島への渡来の時期は14世紀とする。1771年の八重山地震では、宮古列島で403頭の馬が失われたとの記録があり、これから推定すると、当時の宮古島では、 約2000頭の馬が飼育されていたと考えられている。琉球王国の時代から太平洋戦争中まで行われた沖縄の伝統の馬乗り競技である琉球競馬で用いられた馬はほとんどが都馬であった。昭和初期に琉球競馬で活躍した名馬飛行記号も白鴨の都馬であったとされる。1917年。 シュボバを除く3歳以上のお馬の虚勢を定めた、馬筆虚勢法が施行された。これは、群馬の気象の荒さを虚勢によって解消するとともに、在来馬と大型シュボバとの交配により、馬体を改良することを目的としていた。宮古島でも、施行初年の1917年には194頭の虚勢が行われたが、虚勢により自給力が落ちる。 価格が下がる、守護場が不足するといった反対の声が上がり、陳情が繰り返された結果、1922年に適応区域から除外された。この結果、同法が適用されていた5年間に、宮古島で去生された馬は263頭にとどまり、1933年の陸軍第6、師団獣医部の調査によれば、沖縄本島では、 飼育頭数27,253頭のうち55%が改良雑種化され、残った大半の母馬も虚勢されたのに対して、宮古では8,597頭のうち99%が在来馬であった。1935年、その性質の穏やかさから、まだ幼少だった、秋人親新能の将来の乗馬訓練用として、右竜巻、玉精。 小水の3頭が選定された。後に、宮内庁より17歳となった皇太子の右竜館との乗馬写真が育成農家へ送られた。本土復帰後の海洋博で沖縄訪問した皇太子は育成農家を招いて愛馬の思い出を語ったという。宮古馬の数は1950年代に至っても1万頭を超えていたが、その後、 砂糖キビ栽培への幸運期の普及とともに頭数が激減し、一時は絶滅の危機に瀕した。宮古畜産技術委員会が1976年に行った調査では、確認された純度の高い宮古場は14頭のみであり、1978年には7頭にまで減少した。1977年に、平良市役所内に宮古場保存対策会が設置され、 1978年には農家で使用されていたヒンバ3頭を平良市が買い上げて、串川市の陶芸家名森博明から寄贈されたお馬の太平号と共に平良市熱帯植物園で集団飼育を開始。1979年7月に太平号とゆかりア号の交配が行われ、1980年6月にオスのコ馬マが誕生。 公募で、平太と名付けられた。同年4月1日には、宮古場保存会が結成され、同保存会などによる保存活動の結果、徐々に数が増えつつある。贈答運動は1985年に具体化され、アグニ島から宮古馬を買い取って飼育を始めた。1992年には20頭に、2007年に30頭まで増やした。 その後も毎年のように生まれたものの、自己死などの死亡が、相次ぎ増減を繰り返したが、2013年6月11日には40頭に達した。旧コバ保存会では当面の目標を50頭としていたが、2015年に50頭を達成。その後は50頭前後で増減している。2017年時点での使用頭数は48頭で、日本在来馬の中では、 大衆馬の40頭に次いで少ない。2018年12月、宮古馬を使用している7個のうち2箇所で、宮古馬が劣悪な環境で使用され、死亡が相次いでいると報道された。宮古馬は2016年からの3年間で16頭、死亡しているが、この2箇所で死亡した馬は13頭にも上り、栄養失調や投資といった。 管理上の問題が原因とみられるものもあった。虐待が行われていたと報道する週刊誌もある。保存会事務局では報道を受け2018年度内に2カ所での使用を止める方向で調整を行っており、補助金の増額も検討しているとされる。12月19日に開かれた使用者への説明会の結果。 三箇所で使用されている六頭が実種変換されることとなり、このうち二箇所の四頭は12月30日までに別の場所に移された。宮古本島内では、入り変崎の宮古場牧場や、2006年4月にオープンした、ひららの二川鳥牧場などで、旧個人と一団体が飼育している7月時点。また、2019年度から与那浜マ浜の後輩地に、 整備される予定の宮古港域公園内には宮古場牧場が計画されている。当該では1997年3月から農林水産省家畜改良センター、十勝牧場で飼育されており、2015年1月30日時点では4頭が飼育されている。ありがとうございます。